人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。昨日 G7 はロシア産原油の輸入禁止を発表していました。今回はロイターの記事でタイトルが北米の石油増産ブームに壁、条件厳しく人で集まらずを紹介させていただきます。下にリンク先を貼っておきますけども、この記事ではまずテキサス州の油田で17年間にわたって働いていたデイビスさん、38歳と書いてありますけども、2020年に解雇されました。それ以降の職場では不幸な出来事に相次いで見舞われたということが書かれています。アメリカ、カナダではデイビスさんのように石油ガス関連の仕事を離れた労働者が何千人もいます。耐え難い労働条件、また職場が偏僻なところ、そして不十分な報酬、そういった理由で今世界がクリーンエネルギーに移行する中、再生可能エネルギー業界に離職した者もいるそうです。世界的な原油ガスとですね、供給不足で原油の相場がここのところ100ドル近辺を推移しています。政府は以前の動画でもお伝えしたように、石油ガス生産会社に対して増産を求めています。先ほど申し上げたようなロシアがウクライナに侵攻したことによって、ロシアの原油が市場に出回らなくなったということで、この影響をなんとか相殺するようにということを、方法をですね、探っている状況です。アメリカやカナダの石油ガス増産にとって、この労働力不足というのが足かせになっています。新型コロナウイルスパンデミックが始まって以降、大量の労働者が石油開発の職場を去りました。アメリカの失業率というのは、今足元で 3.6% に改善しています。しかしながらパンデミック前と若干上回っている水準なんですけども、特にこの石油ガス業界の労働者というのはですね、パンデミック前よりも約10万人も少ない状態が続いています。このパーミアン盆地では、例えばテキサス州のですね、大きな油田エリアですけども、例えば新規に100人採用して6ヶ月、半年後に残っている人が8人から9人という会社もあります。例えばアマゾンがですね、運転手、荷物を運ぶ運転手をどんどんいい条件で採用しています。そして小売店の大手のターゲットは、冷房が完備した倉庫で働く人材を募集しています。そういった他の仕事に比べて、例えば真夏のこのテキサス州西部バーミヤン地域の掘削リグで働くよりも全然楽なんですね。そういったこともあって、政府がどんどんと増産を要求しているにもかかわらず、働く人はいないという大きな問題を抱えていると
という現状をお伝えしました。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。